どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、京都に来ておりまして、京都のですね、国際会館っていう駅の近くから、歩いてですね、本日はこちらのホテルです。こちらです。ザ・プリンス京都宝ヶ池オートグラフコレクションということで、本日はですね、こちらに一泊ね、宿泊させていただこうと思っております。でですね、こちらのホテルは先日ね、動画で解説させていただいた、ちょっとご覧に出しておきますけれども、ハフっていうね、月額制宿泊サービスありますよね。まあ、ここの中にザ・プリンスホテル宝ヶ池っていうホテルがね、掲載されておりまして、なんと1泊3000円でございます。で、3000円にもかかわらずですね、ここの、ここマリオットボンボイのオートグラフコレクションなんですけども、ダブルネームということで、こちらですね、マリオットボンボイのステータスが使えるということで、1泊3000円にもかかわらずマリオットボンボイの、ね、ステータスが使えるということで、ポイントとね、宿泊実績はつかないんですけども、ラウンジであったりとかね、レイトチェックアウト、朝食とかね、利用することができるということで、まあ実際ね、どんな感じで利用できるかっていうのをですね、皆さんにね、お見せできればなと思っております。で、今ですね、その国際会館って駅から、まあここ歩いてね、まあ駅のホームからだとまあ5分ぐらいかかるんですけども、京都ね、めちゃくちゃ暑いです。今多分ね、汗だくなのが映っちゃってると思うんですけど、めちゃくちゃ暑いです。ということで今ね、15時ということでチェックインできると思いますので、チェックインね、していきたいと思います。でですね、もうここら辺がね、すごいね、緑がすごいんですよ。ここで今歩いてきたんですけど、本当にね、気持ちがいい。ちょっと暑いですけどね、うん、緑がたっぷりな感じで、とてもいいですね。それではチェックイン行きたいと思います。どうも。あ、はい。あ、平井と申します。社員様でいらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。大きいんですね、このホテル。そうです。円形になっております、ね。ははは。レストランなどすべて1階にございます。ああ、そうなんですね。はい。こちら中庭がございまして、ただいま棚の飾り。23時まで出られる。あ、出れるんですね。はい、ありがとうございます。下がクラブラウンジになっております。あ、そうですか。はい。ありがとうございます。エレベーターホールこちらの3台しかございませんので、お気をつけて。わかりました。こちらにタッチしていただきますと、客様の回転といたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではね、無事チェックインすることができました。今回はね、8時5ということで、中にね、入っていきたいと思います。ちょっとね、手にたくさん持ってるんで、すいません。見苦しくて申し訳ないんですけど。それでは中に入りました。ひとまずね、カメラを変えたいと思います。ちょっとね、カメラセッティングに時間がかかっちゃいましたね。で、どこから見ましょうか。とりあえずベッドルーム見ましょうか。ちょっとね、荷物を置きに中に入ってしまったんですけれども、こんな感じになっております。ちょっと大きすぎて映んないですね。これで映りますかね。はい。今回ね、アップグレードいただいてます。ちょっとね、後で字幕出しときますね。名前が長すぎてね、クラブフロアっていうのは間違いないですね。アップグレードいただいてます。いや、これはすごいですね。いや、すごい。このベッド周りもすごい豪華ですね。限界までで映るかな。いや、すごい豪華ですね。うん、どうしましょうか。じゃあひとまずベッド周りからいきましょうか。いつも通りで、ベッド周りはですね、ここにベッドランプがあって、その下にですね、USB ボードがありますね。AC のコンセントはなさそうですね。あと非常灯がその隣にあります。あとベッドライトがありますね。フットライトとあれですね。こういう感じで消したりつけたりできるんですね。では、反対側行きましょうか。で、ベッド見ましょうか、もう一回。もういいですかね。
こんな感じ。いや、かなり大きいですね。クラブフロアということでありがたいですね。で、こちらが、こちらも、あ、ライトの種類がちょっと多いですね。あ、ベッドライトとナイト、これは何、あ、この上のライトだ。ここのね、ここですね、ここここのライトがここで消せます。で、こっち側には USB ポート、あ、こっちにはコンセントがついてるんですね。あと電話と目覚まし時計があります。はい、ではこっちに、机とソファーですね、一人掛けのソファーが2脚ありますね。あとガラス製のテーブルと、お水がついてます。こちら無料ですね。で、景色見てみましょうか。景色、おお、あ、今回ね、ここ8階なんですけど、あー、結構綺麗ですね。綺麗、すごい緑が綺麗な感じで、うん、緑が綺麗な感じでいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、夜は真っ暗っぽいですけど、昼間はいいですね、気持ちよくてね。うん、てな感じでこっちの方見ていきましょう。こっちにね、もう一個です、大きいね、ライトがあって、あ、さっき言い忘れましたけど、こっちにもね、大きいのがソファの隣にあります。で、こちらに空気清浄機がありまして、ここにね、大きめのテレビがあります。で、ここに、あ、一応こう、あれなんですかね、化粧台みたいな感じなんですかね。拡大鏡と、ティッシュとか、こちらの指輪とかね、収納できるやつですね。あと、ここはあれですね、ホテルの案内とかですかね。で、下の方に、ここはカラー、ここもカラーで、ここにはこんな感じでパジャマが入ってます。客室外には出ないでくださいって書いてありますね。ここにね、すごい大きいテレビがありますと、机ですね、と椅子で、中には荷物とかが送れる伝票とかも入ってるんですね。こちら帰りに利用するみたいな感じでしょうか。隣は空ですね。で、その下にゴミ箱があって、これに冷蔵庫があるのかな。あ、これにランドリーバッグが入ってますね。で、よいしょ、ここは、あ、ここは空なんですね。ほうほう、ここは空です。よいしょ。で、ちょっとね、撮影道具が置いてあって申し訳ないんですけども、その下に、よいしょ、ここはティーセットですかね、氷入れるやつと冷蔵庫があります。で、ここに冷蔵庫、この中は有料になってます。こんな感じでね、入っております。で、入り口のね、扉を閉じるとですね、見えてくるっていう感じなんですけども、こちらにね、左側からこちらがお茶ですね。お茶、お茶と、これは何だろう、どうやって開けるんだろう、どうやって開けるの、何これ、どうやって開けるの、これ、これどうやって開けるの、あ、こっちか、わかりました。こっからですね、こう、こっからこうですね。で、こちらが、これなんて読むんでしたっけ、ちょっと思い出せないですけども、こちらのブランドのコーヒーメーカーですね、見たことあります。で、あとケトルがあって、下にね、ミニバーが入ってます。ここはね、有料ですね。で、こっち側のお茶とかこちら無料だと思います。はい、あとグラス等々がありますね。では、この扉もね、この和な感じでとてもいいですね。うん、おしゃれです。では、水回り行きますか。その前にこちら、よいしょ、クローゼット、クローゼットの中にはですね、こんな感じでスリッパと金庫ですね、あります。あと、奥にアイロンと、こっちね、横から見ると分かるんですけど、アイロン台があります。よいしょ。で、反対側には、こんな感じでガウンが入ってます。入ってるのは以上ですかね。あと、スーツのプレスのやつも入ってますね。ではね、お風呂場です。こちらプリンスホテルなんで、プリンスホテルのブランドのやつが揃ってますね。石鹸と、ハンドソープですね。あと洗面台がね、こんな感じになりまして、で、ここにね、グラスと、あとここにね、アメニティが一式入ってます。こんな感じです。いや、かなりしっかり入ってますね。ミラーハリスで合ってるんですかね。
ちょっと私は分かんないブランドですけども入ってます。でこっちにもね、歯ブラシ等々のアメニティが入ってます。まあ、入ってるものは一般的なものですかね。でその下にドライヤーが入っていて、パナソニック製です。まあ、こんな感じでね、あの鏡がね、こう奥とね手前、奥とね右で2つね鏡になってね、ちょっと距離感分かりづらいと思うんですけど、こういった感じでね、あの普通に長方形のね、あのスペースなんですけども、ちょっと変な感じに見えますね。はい、ということでお風呂場行きましょう。でトイレとお風呂場は一緒になってます。こんな感じです。可動式のシャワーとバスタブですね。上からの固定とかのシャワーはなさそうですね。でバスタブはこんな感じです。まあ普通に広いバスタブじゃないでしょうか。でお手洗いがあります。でウォシュレットもねちゃんとついている感じですね。このトイレにねこの電話があるっていうね、またまあこれがねちょっと前のね、あの古いホテルだとたまにありますよね。多分これ緊急電話だと思うんですけど、体調悪くなった時の。まあこんな感じですかね。よいしょ。ということで今回ですね、ザ・プリンスホテル宝ヶ池オートグラフコレクションホテルですね、一泊ねお世話になります。いやこれねほんとすごいですね。皆さんこれ来た方がいいですよ。マリオットのプラチナステータス以上を持ってる方は。いやこれ3000円ですからね、一泊。ちょっとありえないですよね。で、プラチナステータスの特典としては、まずね、ラウンジ利用することができます。で、朝食もですね、ラウンジで利用することができて、レイトチェックアウトが16時までね、利用することができるということで、本当にね、マリオットボンボイのプラチナステータスね、思いっきり利用できるんですよね。いや、これすごいな。本当にすごい。まあおそらくね、これかなりね、拡散、情報的に拡散されてるんで、これからね、ちょっと土日取りにくくなったりするかもしれないんですけども、それでもですね、ちょっと来ていただきたいなと思いますね。で、案内としてはですね、こういった感じの、ちょっと見づらかった写真出しておきますけども、こういった感じの、ラウンジの営業時間とかですね、あと、ホテルの案内とかね、こんな感じで一覧でいただけたりするっていう感じですね。でこのねプリンスホテル宝ヶ池はこんな感じでね映ってるかな、こうした方がいいのかな、はい、こうやってね円形になってるんですよね。ここ円形、客室がねあのこういう感じでなってるんで、真ん中にねあの中庭みたいなのがありますんで、まあ、そこもね、まあ、今日ね7月の10日ということで、今ね玉縄旗のねなんか展示物があるということで、私もね明日の朝とかねちょっと見たいなとか思ってるんですけども、そこもね散歩できるみたいなんでいいですよね。でこのホテルね思った以上にでかいですね。まあプリンスホテルなんでまあそうなのかもしれないですけど、非常に大きいですね。どのぐらいなのかな、ヒルトン成田みたいな感じなのかな。なんか本当にこうなってる分かりづらい。まあとにかくね結構大きいですね。フロントからしてとても大きいですし、でほとんどの施設はね1階にある感じですね。ラウンジもレストランも全て1階にあるって言ってましたね。で気になってた方もねいらっしゃるかと思うんですけど、こちらお酒、こちら赤ワインなんですけども、プラチナステータスのね特典で、ソフトドリンクまたはお酒、あと、豆菓子、まあこちらチョコレートとかコンペイトとかあったんですけど、まあどれがいいか分かんなくて、豆菓子にしたらこんなね立派な豆菓子をいただいたんで、ありがたい限りですね。こんな、しかもこんな大きいと思ってなかったですね。はい、ということでこのねワインとこの豆菓子もね無料でもらえるということで、いやーすごいなこれ本当にすごい。でクラブラウンジなんですけども、朝7時から10時まで朝食で、10時から1時までティータイムで、1時から5時までがアフタヌーンティーで、カクテルタイムが5時から7時で、アルコールのラストオーダーが、7時までと。でその後ナイトキャップということで、多分このナイトキャップはまたお酒が下がってね、あの普通にソフトドリンク等々がね利用できるのではないのかなと思います。
ということで、こちらにね、一泊ね、お世話になるんですけども、いや、アップグレードまでもらって、ウェルカムギフトもらって、レイトチェックアウトでラウンジ朝食も利用できるって、本当にすごいな。で、今ですね、ちょっとカメラの設定にね、かなり時間かかってしまって、3時ぐらいにチェックインしたんですけど、もう3時半過ぎてるんですよね。で、今、アフタヌーンティーが5時までやってるということで、アフタヌーンティーね、ちょっと見ていきたいなと思います。ということで、ラウンジの方にね、ちょっと見ていきたいと思います。それでは。それでは今ね、夜の9時くらいなんですけども、ティータイムのね、ラウンジに行ってちょっとね、ホテルとかね、撮影してたらですね、結構いい時間になってしまったので、そのままね、カクテルタイムも行ってきました。で、カクテルタイムを行って、食事して、お酒飲んでですね、客室ね、戻ってきたらですね、気がついたらね、寝てましたでですね、ティータイムとカクテルタイムですね、食事の種類ね、ちょっとこれに出しておきますけども、種類はね、すごいたくさんあるわけじゃないんですけども、とても美味しかったです。で、カクテルタイムに関してもですね、すごいね、種類がたくさんあるわけじゃないんですけども、おつまみ程度でですね、軽食楽しみながら、で、アルコールに関してはですね、ビール、日本酒、シャンパン、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワインっていった形で、おそらくね、ある程度ね、お酒の種類はね、あるのではないのかなと思いますので、かなりね、お酒飲まれる方もね、楽しめるんではないでしょうか。でですね、今夜の9時ということで、今日はですね、土曜日ということで、これからね、週末雑談生放送をしてですね、今日の方は休みたいと思います。いやね、このホテルね、かなりいいですね。で、ちょっとね、私知らなかったんですけども、ここね、ザ・プリンスホテル宝ヶ池ということで、このプリンスホテルの中でもですね、このザ・プリンスってつくね、ホテルは、カテゴリー的に一番上のね、ホテルブランドらしいですね、ホテルの中でも。こちらちょっとね、外をね、撮影してたら、入り口のね、出迎えやっている係の方がね、ちょっと声をかけていただいて、昨年の10月からね、グランドプリンスからザ・プリンスに変わったんですよっていう話をね、していただいて、グランドプリンスとザ・プリンスでね、またカテゴリーが違うみたいですね。で、ここはザ・プリンスということで、一番上っていった形になってるんですよね。ですね、ここはね、プリンスホテルでも一番上のね、カテゴリーに入るっていった形になるんですよね。いやー、本当にね、何度聞いてもここは3000円っていうのはね、驚きですね。ということで、ちょっとね、もうお酒飲んでね、ちょっと軽く寝てしまったんですけども、まだね、赤ワインもね、いただいておりますんでね、こちらもね、せっかくなんでね、飲みたいと思います。ということで、今日のところは、おやすみなさい。おー、匂い最高。それでは、お風呂上がりました。いや、とても気持ちよかったです。このね、知ってます？このブランドのシャンプー。あとボディーソープとかもあるんですけど、本当にね、めちゃくちゃいい香りですね。ちょっとね、水回りがね、すごいね、新しいわけじゃないんですよね。ですんでね、ちょっと私もどんな感じなんだろうなと思ってたんですけど、これの香りでね、本当に一気にね、テンション上がりました。っていうね、プチ情報でした。では、おやすみなさい。おはようございます。今ね、朝の7時になりましたということで、朝食はね、7時から開始になるということで、一応チェックインの際はラウンジって伺ったんですけども、ちょっとね、ラウンジの方にね、行ってみたいと思います。ちょっとね、いただいた情報だとね、レストランなんじゃないかっていう話もね、いただいておりまして、ちょっととりあえずね、ラウンジの方行ってみて、レストラン振り返るのかっていうところもね、ちょっと見ていきたいと思います。ということで、行ってきます。それでは朝食を終えてね、今ね、中庭に来てるんですけど、どうでしょうか。すごい気持ちいいですよ、ここ。そんなにね、広いスペースではないんですけども、中庭でね、お散歩ができると
ということで、周りはねこんな感じになっております。ホテルがね円形になっておりますんで、その真ん中がですね中庭になっているということで、ちょっとね散歩がてら来てみました。で今回ね朝食今ねいただいてきて来たわけなんですけども、まず混雑状況に関しては7時からね、朝食開始になるんですけども、私はね7時過ぎぐらいに行ったらまだ2組とかしかねいらっしゃらなくて、とても空いておりました。まあこれからねある程度混雑されるかなと思うんですけども、まあ早めにね行かれれば、これからの時間、まあ、8時台とかねある程度混み合うかなと思いますので、まあ、早めに行った方がね、ゆっくり食事できるかなと思います。でですね朝食に関してはですね注意しておいていただきたいのが、セットメニューと、自由にねトーストとかクロワッサンとか取れるんですけど、後でねそのセットメニューが配られるということで量がよく分かんないじゃないですか。でそのセットメニューがねすごい量多いんですよ。まあ、すごいまで言わなくてもあれなのかもしれないですけど、私は結構多くてですね、幸い私はパンとかをね取らなかったんでよかったんですけど、これねパンとか取ってその後セットメニュー来たらですねちょっと食べきれないんじゃないかなと思いますんで、まあここはね朝どのぐらい食べるって人によって変わるかもしれないんであれなんですけども、ひとまずですねセットメニュー来てからねいろいろ取った方がいいのかななんて思いましたね。はい、私はサラダとジュースぐらいしか取らなかったんでよかったんですけど、本当にねそのセットメニューで結構お腹いっぱいになりました。でステータス特典のね朝食はクラブラウンジで今提供されておりますということですんで、もう一つね有料のね朝食会場もあるんですけども、ステータス特典としてはクラブラウンジで提供されておりますということで、今ね8時ぐらいということで、レイトチェックアウト16時までね、利用させていただけますので、ちょっとね客室の方戻って、仕事ねしつつゆっくりしたいと思います。でねどうやらこのホテルの周りの公園でね鹿が出るっていう情報もいただいてますんで、ちょっとね散歩もね行きたいなと思っております。今私はですねホテルから2、3分のねこちらが宝ヶ池っていう名前の通りですね、池があるんですよね。で公園の中にね、池があるということで、今そのね、周りを歩いている感じになります。でね鹿が見れるかもしれないということでちょっとね歩き回ったんですけど、残念ながらね鹿には出会えなかったですね。まあそれはいいんですけど、今ね池の周り歩いているということで、ちょっとここね林が途切れましたんで映ってますかね。こんな感じで宝ヶ池見ることができます。まあこの公園ね私今軽く歩いてきたんですけど、かなり大きいみたいで、お散歩コースにねぜひ利用してみていただければなと思います。ちょっとねあいにくね明け方雨が降ったっぽくて、下がねちょっとぬかるんでるぐらいなんで、雨が降ってない時はねいいんじゃないかなと思います。いやね、でもジョギングされてる方、散歩されてる方ね、かなり多いですし、非常に気持ちいいですね。はい、ぜひね、プリンスホテル宝ヶ池オートグラフコレクションホテル、もし来たらですね、ちょっとここら辺もね、来てみていただければなと思います。でね、こんな感じで、ランニングコース、ちゃんとね、書いてあるんですね。一周が1000から1500メートル。まあ、運動されてる方とかねいいんじゃないでしょうか。ということでちょっと歩きながらホテル戻りたいと思います。いやー気持ちいいな。こうちょうどまた林が抜けましたんで、こんな感じですね。で今私が歩いてきた道がこんな感じです。ということでホテルに戻りたいと思います。それではですね、今ね午後の3時ぐらいということで、そろそろねパッキングしてチェックアウトねしていきたいと
思います。まあ本当にね、結論から言うと大満足の滞在でしたね。まあ今回はですね、月額制宿泊サービスであるハフをね利用させていただいて、ザ・プリンスホテル宝ヶ池オートグラフコレクションね一泊させていただいたわけなんですけども、いや3000円ですからねかなりすごいですよね。でマリオットボンボイルねプラチナステータスね、特典としては本当にフル活用させていただきました。レイトチェックアウトもそうですし、ラウンジ朝食もね、あとウェルカムギフトですね、利用させていただきました。いや本当にねありがたい限りですね。でマリオットボンボイルね公式サイトの予約との違いとしてはですね、宿泊実績はもらえません。あとですねマリオットボンボイルね、公式サイトから予約するとポイントはもらえますけども、こちらもねもらえないっていった形になりますんで、この点はね注意していただければなと思います。まあ今回ですね、このハフで3000円で宿泊させていただいて、客室のアップグレードとね利用させていただきましたので、いや本当にありがたいとしか言いようがないですね。まあありがたいばっかり言ってますけども、いや本当にねとてもいい滞在となりました。ということで、まあ今回ですね、ハフという月額制宿泊サービスを使ってですね、ザ・プリンス宝ヶ池ホテルオートグラフコレクションに一泊ね、宿泊させていただきました。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ではチェックアウトしました。今からね国際会館駅まで歩いていきます。ちょっとおまけでここの動画つけようと思ってます。ここね行き撮ってたんですけど、撮ってると思ってたら撮れてなくて残念ながら入ってなかったんで、ちょっと帰り道にはなってしまいますけど、ホテルの入り口を出て左側にね行くと国際会館駅に行くことができます。まあ道に関してはねこんな感じで看板も出ておりますんで、まあ難しいことはないかと思います。いやー今にもね雨が降りそうですね。雲はめっちゃ多い。暗くはまだなってないですけども、でここにねこんな感じで看板があります。いやー全然人いないですね。ちょっと私も京都全然わかんないんで、ここがどこら辺のエリアかわかんないんですけど、あたりはこんな感じになってます。いやでも曇ってくれてよかったかもしれないですね。てかもうセミが鳴いてますね。セミ今日7月11日かな、関東ではまだセミは鳴いてなかったと思うんですけど。で到着しました。はい、こちらです。国際会館駅ということで、でこちらからね地下鉄に乗れるということで、ということでおまけ動画でした。バイバイ。